お元気ですか？ボクシミです。今回はサッカー日本代表チームチップス開封動画で今回で最後とします。本当はね、前の動画でね終わりにしようと思ったんですけどね、たまたまスーパーで4袋売ってたのでね、この4袋で、開封していきたいと思います。ではいきたいと思います。まずはですね、1袋目からやりたいと思います。これは前田大然選手でございます。谷口翔吾選手でございます。2袋目でございます。でキラーカード出ますね、長友佑都選手でございます。で前田大然選手でございます。で3袋目でございます。浅野拓磨選手でございます。ちなみにね、弟さんは北海道コンサドーレ札幌に在籍しております。で、伊藤洋輝選手でございます。で最後の4袋目でございます。こちらね、田中碧選手でございます。で最後に中村浩介選手でございます。以上でサッカー日本代表チームチップス開封動画で、終わりたいと思います。で明日ですね、多分楽しみにしてる方もいらっしゃると思いますけどね、プロ野球チップス2023第1弾ですね、危ない2023プロ野球チップス第1弾がね、そろそろね、届くと思います。届き次第ね、またね、開封動画としてやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。